龍造寺八万宮は佐賀県佐賀市白山一丁目にある神社。旧社格は豪社。創建は県神社市要によれば1187年とされ、龍造寺市の祖である南次郎木屋が佐賀龍造寺村の自動職となった後に鎌倉の鶴岡八万宮を分礼を勘定したとされる。創建当時は同志の本拠地である村中本丸内にあったが、慶長年間、 鍋島勝茂による佐賀津行の際に現在一近くに先座した。以来この地は、八幡田孝と呼ばれたが、1901年頃に境内を北方へ拡張移転したため、現住所は、八幡田孝ではなくなっている。龍造寺八幡宮は、龍造寺、鍋島漁師の集計を集め、慶長九年の国名を持つ秘然鳥は、鍋島直茂夫人富士女が剣道した。 古文書、宝物類も多数あったが、1874年の佐賀の乱の、陛下にかかり消失し、現在は、北部九州の大小諸豪族の氏名、裁量長数などが記載された、流蔵寺高信公着頭場など少数が残っている。新門は、八幡神社ならではの友絵門ではなく、流蔵寺市の十二日族門と鍋島市の行用門で、あることが、 神社の性格をよく表していると評されている。主祭人、王神天皇聖動の神、玉り姫命、雨の小屋根の命、住吉三上祭人、楠木正重氏名、楠木正幸氏名社殿によると、漢文三年に、佐賀藩市により京都の仏師北京、宗主鴨に依頼し、南高府市像が制作され、佐賀市大和町の縁焼寺に衝堂を立て祀ったのが、 佐賀南高法師の始まりであり、日本で最初に南高府市を祀ったとするゆえんである。嘉英3年に結成された南高義祭同盟の働きかけにより、1853年に八幡宮境内に楠野記者を創建し医師された。歴代藩士公認の元入れ、祭祀が行われていた。1880年まで義祭同盟により、 毎年5月25日に祭が行われていた。人のを抱くエビス石像が祀られている。獅指定の保存樹であるクスノキなどの樹木と、鳥居、狛犬などの石像物、社殿などが、佐賀市の重要な歴史的景観を形成することから、佐賀市都市景観重要建築物等に指定されている。ありがとうございます。